向き合ったのはうまいかうまくないか、ただそれだけ。本気にしびれろ、極みと書いてプレミアム、クックドゥプレミアム麻辣麻婆豆腐、新発売。みんなに愛されたいとか、売れるとか売れないとか、全部捨てて向き合ったのはうまいかうまくないか、ただそれだけ。本気にしびれろ、極みと書いてプレミアム、クックドゥプレミアム麻辣麻婆豆腐、新発売。イートウェルリブエル。なんか斬新で今までにない感じの撮影で面白かったですね。久しぶりにああいう感じのことやりましたけども、実際商品を食べてる時、あの時がなんか結構全てかなって感じがしましたね。もうあの目が覚めるような感じでした。なんかあのなんていうんですかね、びっくりしましたね。あのセッティングでまあそのどういうふうな感じでやるかなっていうのはちょっとモニターで見ながらやってたんですけども、実際口に入った時にあのリアルな表情が出たっていうか、二口か三口食べたんですけども、ものすごい辛い、もう衝撃的な辛さなんですけども、その後になんか味わいというものが出てきて、なんかその時は撮影の時は分かんなかったんですけども、終わってからその旨味っていうのが出てて、僕はあの本当は辛いものはそんなに得意じゃないんですけども、あのだけどこの商品は本当に衝撃的でした。美味しかった。まさにこういう感じでしたよ。まさにこういう感じ、高級感のある深みのある、なんか味に深みがある、そういう感じでした。なんかねこの大人の辛さっていうんですかね、あのまあ、玄人好みするのかもしれないんですけども、だけど辛いものが得意じゃない僕でもあのしっかりとなんかその美味しさが分かったから、だからその両方の人、得意な人得意じゃない人も両方いける味だなと思いましたね。今回この商品を、CM させていただきましたけども、あの本当に今この年齢でこれをやれる喜びを感じてます。なぜかというとなんか本物な感じがするんですね。だからなんだろうな、これだけなんか骨太な商品というかね、そういうものをこうやって自分で CM させていただいたことに今日は非常に嬉しかったです。よろしくお願いします。こちらにお願いします。CM 撮影の方はお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。